まあまあ。こんばんは、どうも。こんばんは。あ、ののい乗ってる。あ、了解されちゃった。よいしょ。こんばんは、どうも。まだ仕事して、仕事、まだ仕事して不利中なので聞いてるだけです。ありがとう、来てくれて。こっそりね。2度目の方ありがとう。上手に配信始められてすごいね。かちゃんだと思ってるな、私のこと。かちゃんだと思われてる？こんにちは、どうも。やっほー。明日はまた29度。明日？ちょっとあったかいんだ。うん、ゆうさくさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうね。こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。何をなんてやってられないよ。みんなお仕事頑張れ。こんばんは。前髪伸びた。切らなきゃ。絆さんももりもりいちごありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。いつもの方ありがとう。2日後一気に200個投げられるようにしし、確かに。10個ずつだよね。ありがとうね。ミニイチゴも。クロマンさんも、もりもりイチゴありがとう。ありがとうございます。伸びたむ。伸びたよ、前髪。長い。アイロンでくるって。もうだいぶ巻いてる。横から見たら。切らなきゃ。そろそろ切らなきゃいけない。あ、ゾムの方ありがとう。こんばんは、どうも。今日も水分補給をこまめにしてにゃんよ。ありがとうね。こんばんは。ヒートは1万だ投げてから。大変だ。レインボースターありがとう。キラキラを届けたにゃん。ありがとう。キラ星もありがとうございます。ありがとう。2度目の方ありがとう。こんばんは、どうも。やっほー、こんばんは。あつもの方ありがとう。こんばんは、どうも。やっほー、こんばんは。こんばんは。みんなギフトありがとうございます。新しく、なんだっけ、今日からのやつもありがとうね。ラブレターとか、唇のやつ。ありがとうございます。こんばんは、どうも。うん。こんばんは、やほー。二度目の方、ありがとう。よいしょ。今日一応買ってこようかと思ったけど、明日買ってこようかな。明日。買ってきて、明日か明後日食べる。どうしようかな。いちごは。今日はなんか、でも今日30日目だから毎日配信。なんかコンビニでなんか買ってきます。なんか10日目、記念の日だからね。ますもと美味しかったです。お、美味しかった？何からにしたの？結局まあまあケーキ作るの？いや、ケーキは作らない。これいちごイベントに出てるから、いちご配信期間中に食べようかなと思って、ケーキは買ってこないです。
ケーキは買ってこいじゃない、作らない、間違った。チキン南蛮も見えた。え、マスモトチキン南蛮もあるの？こんな色々あるんだ。1から2したの？どうでした？あ、美味しかったって言ってた。辛かった？1から。明日買ってきて再来年食べよう。腐るって。腐るって。あ、ツーモの方、2度目の方、ありがとう。あ、福岡県民なんで中華のスーパー、あまおばっかり。いいじゃん。あまおも。美味しいよね。こんばんは、どうも。初おもの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。辛麺だよ。力、辛いのかな？じゃないな。3と5しかなってると。久しぶりに来たや、マスモト。お、6位。やったー、6位上がった。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。うん、5位までもそんな離れてないのか。目指せ、こいだな。今は。ありがとうございます。ランクアップ。ありがとう。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。こんばんは。いちご食べたい。ついでにいちごあれ、あ、いちごあれ美味しいね。よく飲んでたな、高校生の時。1回でもちゃんと辛かったよ。ここからまではいかないから。1からもちゃんと辛いんだ。1.2 か3。3から美味しいよ。いつもの方、2度目の方、ありがとう。ね、5位まだいけそう。あの、1万ポイントも離れてない。7000。あつまの方、ありがとう。こんばんは。ヤマトいただきました。ありがとう。こちらこそ、ありがとう。ありがとう。ちょっとさ、リップ、オイリップしよう。ちょっと薄い。よいしょ。初めの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。初見さん、コメントありがとう。こんばんは。あと3人で今日買ったもの600円。そう。なんですよ。増えてきて嬉しい。600人違うよ。じゃ400人。全然何にも考えてなかった。盛りすぎだろ。400人ね。次。何が食べる？5からはノルマ。あ、5からよかったら食べてみてください。マスモト5から。美味しいよ。こんばんは。2度目の方、つもの方、ありがとう。どうも。こんばんは。うん、やっほー。今日中に行けそうだね、400人は。今日買ったもん。あと3人 ?3 人だよね、あと3人。500人も600人も誤差みたいなもん。200人が誤差っていうの？多すぎ。そんな、バカな。違います。誤差じゃないです。こんばんは。スパルタ？どこが？どこが？マヤクルームでサムルームにマイスニーボイス？そんな欲しい？考えとくよ。
この枠は1時間する予定です。だから19時45分までかな。です。200人もあっという間に増える。本当に増えるかな。こんばんは。でもイミキボイスでもいいな。どうやってそうなの。こんばんは。社交辞令ありがとうございます。社交辞令何が何が。あー、おやすみボイス。まあ、考えとくよ。こんばんは。どうもやっほー。こんばんは。こんばんは。どうもー。あ、ゾムの方ありがとう。ゾムの SM 実況好きすぎて赤が何回置いてるよ。そんな好き ?2000目。私がただビビってるだけだけど。ミッションめんどくさくてやってない世界が今月も600人は無理そう。無理そうって言われちゃった。大丈夫でタムが寝てる。真ん中で寝てるよ私が。こんばんは。初詣の方ありがとう。アバター増えた。そう、アバター2個増えました。よかったらゲットしてください。うん。ラブレターじゃなくてこれ。なんてやつだ?愛って書いてる。の方もありがとうございます。愛レター?あ、そのままだったわ。愛レターだった。適当に言ったら。トイレットペーパーって色つかなすぎ。あれわかんなくない?ねえ。2000目のトイレットペーパー。なんか1個だけないとか。何それ。夜はパーカー着てたの。夜パーカー着てたのは、ラジオ配信の画像だからね。私が、ずっと静止してるわけじゃない。やばいでしょ。1時間動かない。どんな配信?ラジオ配信ですから。こんばんは。室温快適。室温26度。エアコンつけてないや。扇風機つけてます。え、だるまにぶち切れたものがいい。そんな、よく怒ってるみたいなさ。やめてよ。いつもの方ありがとう。目の前にサティワン行けなよ。なよ、コットンキャンディー食べな。おまわんだもん。二度目の方もありがとう。こんばんは、やっほー。その中にセブンティーアイスのじゃん。あ、セブンティーアイスもいいね。セブンティーアイスは私この前、久しぶりに食べて。あの、プリン味。プリン味食べた。めっちゃ美味しいの、プリン味。セブンティーアイスの。私が好きなやつ。いつもの方ありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとう。初見です。初見のコメントありがとう。ね。昼とも夜だけ、昼とも優しい。そんなことない。いや、変わんないよ。昼も夜も。そんなよ、変わんないよ、フォロー。いつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは、とも。こんばんは、やっほー。二件です。初見じゃなくて。ね、お昼も。スペースランナーウェイさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。こんばんは。初見さん、コメントありがとう。二度目の方ありがとう。昼は眠いだけ。え、言うほどね、お昼眠くないんだよね、配信中。私終わった後が眠い。言うほど眠くない。言うほど。こんばんは、とも。
まとめると昼と夜で違った横心の良さがある変わんないはずだけどな。クラゲと格ゲーでキルトも発動するとき、嘘、そんな怒ってるゲームで嘘だ。お昼配信表情硬い。お昼配信ラジオなのに表情硬いもなんもないよ。一応買わせたのにチョコボール一応味は買ってたの。そっちの一応買ったの。ちょっと違ったな、チョコボール一応味、本物の一応買ってこなきゃ。色は似せたもん。いや、私だよ、ヒロは。まあ、ワンとも。ヒルタルって2度3度だし。それならいいか。いつもの方ありがとう。こんばんは、とも。やっほー。こんばんは、とも。お腹すいた。こんばんは。うん。うん。ウイトの差がだいぶ縮まった。ありがとうございます。みんなありがとう。うん。今出た。グイだ。ありがとう。ランクアップ。ごいありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ジータムと暴力タムの二人、暴力タムやめてよ、そんな。初見さんに変なイメージ当たるからやめなよ。うん、ヤスさん、クマイチゴありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。あれアニメーション出た、前から出てた。ランクアップの？ランクアップは毎回出てる。アニメーション出てます。何位から出るのかな。何位から出るか分かんないけど出る。いつもの方ありがとう。こんばんは。こんばんは。4位も狙える。ここで捕まえたい。そのアバターで言ってるとなんかちょっと面白いな。自分で作ったんだけどさ。自分で作ったんだよ。面白い。悪いクマ、悪いクマ、悪いクマってイメージじゃない作ったの。こんばんは、しけんさん、コメントありがとう。ありがとうございます。いつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。お昼は野菜アバターで遊んでくれた優しいタムです。遊んでくれた。ミニギフトのアニメ前出てなかったけど、ミニギフトのアニメ、ミニギフトのアニメーションはないね。ないない。ミニイチゴギフト、ミニギフトじゃない、ミニイチゴギフトのやつはこのギフト欄にも表示されない。なんかね、イベント初日は出てたんだけど、初日の配信の途中で急に表示されなくなっちゃった。なんでかわかんない。こんばんは、とも。初オムの方、二度目の方、ありがとう。方もいつも優しいです。言わされてません。それ言わされてる人の言い方なんだよ。二度目の方、ありがとう。こんばんは。ただいま。おかえり。こんばんは。どうも。うん。やっほー。恐怖政治、そんなことしてないですよ。私、しないですよ。さっき、イチゴのギフトアニメーションだけ出たよ。イチゴのギフトのアニメーションはないはずだよ。どのイチゴも。ない。いちごギフトはアニメーションない。マリオモリイチゴもクマイチゴもアニメーション出るのは、あの手紙ですかな。アイレターってやつとラブイレターっていうやつ、手紙のやつです。
正面の方、頭の方、ありがとう。ねきょばちゃん、とても優しくて可愛いね。何その、何その言い方は。フォローありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ガクガクブルブル。入ってよー、そんなの。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもーん。しけさん、二度目の方。持ってるイチゴギフト全部投げてください。よかったら、投げてください。イチゴギフト集めてるので。新アバターも、今配布中なんで、ゲットしててください。こんばんは。こんばんは。いつもの方ありがとう。どうも強制です。強制は良くないよ。受験です。受験さんコメントありがとう。こんばんは。こんばんは。強制です。すごいな意志が。二度目の方ありがとう。思いはぎるよくない。そうなるよくない。シャーマン教科の方がたくましく成長しておった。成長してた。たくましくなった。何が変わった。あれ自分の画面だけ投げてるアニメって言ってたんだよ。後でまた確かめ確かめてみて。イチゴはアニメーションないよ。どのギフトもラブレター、手紙のやつしかないです。アニメーション、あとは音符とかかな。あと唇のやつある。頭の方ありがとう。こんばんは。イチゴ頭のために、イチゴイブ頭のために、全部私のために、イチゴ集めちゃうんで、よかったらください。こんばんは、たまん。やほー。こうやって鈍器を手に持ってルンルンの玉まで。あれって怖すぎでしょ。違いますよ。マイクです、それマイク。歌ってる。アバター。これ、ちょっとあんま見えづらいけど、そのなんかマイクのさ、線みたいなの。ちょっと見えづらいね。見えないや。書いてある。うん。最近のマイブームって何かありますか。自分はコンビニで売ってるストローで飲むコーヒー。私の最近のマイブーム、松屋かな。松屋かな。最近よく行く。あの旨辛ネギたっぷり旨辛ネギ玉丼牛丼みたいな。ネギ玉それが好きですね。うん、気づいたら目の前のケースに大きいクマと小さいクマがいる。それは取るしかないな。取るしかない。いつものことありがとう。ヤッホーヤッホー。よかったにとってはマイクも武器。違います、違います。やめてよ、そんな怖いこと言わないで。あやめごおすすめ？コーヒー？私コーヒー飲めないんだよね。飲めないんだよ。あ、景品じゃないの？景品かと思った。あつもの方に、どうめの方ありがとう。あつや、サラリーマンみたい？美味しくない？あつや。あつや、好きなんだけど。最近ハマってる、その、ネギ玉に。美味しいネギ玉。とってもプレゼント、そう、今ちょっとプレゼントする場所ない。いちごよこせ。直球すぎるだろう。怖いよ。怖いよ。いつもの方、二度目の方。と、メタバルを単品で買いますけど、店によって焼きすぎだな。待って、焼きすぎな、焼きすぎな店舗は二度と行く。豚バラ、松屋で
豚バラの単品。牛丼しか食べ、牛丼とハンバーグ、なんかネギ塩のなんかやつしか食べたことないかも。松屋は初見です。初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。松屋はおろしポン酢牛丼とネギ塩豚丼。ネギ塩豚丼か分かんないけど、ネギ塩もう一個あるよね、焼肉の方。どっちか食べた、どっち食べたか分かんない、分かんないけど、おろしポン酢はないな、食べたこと。いつもネギ玉。松屋はさ、ごまフレンチ、ごま、ごまだれ、ごまだれが好き。ごまだれです。仕事貯めてるやつは稲が、稲が怖いよ。生揚げ。野菜上級人ありがとうございます。投げてくれてた誰か。ありがとうございます。いいだ。こんなこと。二度目の方ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。お人と豚の違いが分かる。いや、分かるよ。分かるけど、どっち食べたか覚えてないんだよね。覚えてない。あの、前だから覚えてない。どっち食べたかもう記憶にない。仕事でお昼すき家を1週間食べたら来ました。すき家1週間、あ、確かに牛丼1週間来ちゃうかな。確かに私松屋最近ハマってるけど1週間は嫌だな。一旦いいなってなりそう。いつもの方、二度目の方、ありがとう。生ハゲのり怖いよ。こんばんは、どうも。松屋のトマトカレーが美味しいんだけど、たまに予告するの待って。トマトカレー、あ、そんな毎回言ってるやつだね。すいません、寝る前にカレー食べてます。いいじゃん、お毎日カレーだいぶ減った、カレーの2度目の方ありがとう。こんばんは。店内で一人で食べる、いや、テイクアウトが多いね。こちらこんにちは。皆さんコメントありがとう。松屋は少し遠いのでいつも手前のスタ丼で代表してる。スタ丼、スタ丼行ったことないな。美味しい、こんばんは。どうもの方ありがとう。私はいいですから、この娘だけにはイチゴを食べさせてください。イチゴください、よかったら。スタ丼も大好き。スタ丼行ったことないんだよね。おいしい。最近セルフだから逃げたくしてもらうのに毎回言いに行かないといけないの。何が好きや、それか。まあ、仕事は早う。仕事は嬉しいけど、良ければ。店内で頼みかけたら、あちゃんのお客様からです。牛丼もう一杯おごってあげる。見たことない。牛丼屋さんで。あちらのお客様からです、なんつう。てかもう、されたこともないけど、周りの人がされてるの見たことないや。牛丼屋以外でもさ。ああいうのと、あら、何、おしゃれなバーとかのイメージなんだけど。あんま行ったことないけど、まあ、行ったことないわ、行ったことないけど。え、あるのあれって本当に。あちらのお客様からですみたいなやつって。なんか、そのドラマの中の話、ドラマだけのものと思ってるんだけど。スタ丼美味しいよって言いながら、唐揚げ定食しか食べてない。スタ丼って、どういうの？わかんない。カレー今月にはなくなりそうですが、玉ねぎ買ってしまったので、あさってぐらいに増量します。来月もカレーだな。毎日カレー生活だ。頭の方、二度目の方、ありがとう。フォローもありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。今度やってみて。あちらのお客様からですね。やだよ。友人の美女レベル。美女レベルが爆上がりしてる。あ、そうなの？牛トゲさん？じゃあ食べたいな。あのま、豚バラ肉をニンニク醤油で炒めて、卵乗ってるの？絶対美味しいじゃん。ニンニク醤油なんて、最高だね。こんばんは、どうも。アザムの方、二度目の方ありがとう。なんか牛丼屋さんにいたらやってくれるの？あちらの菊様からですね、見たことないけど。びっくりよ、牛丼屋さんの店員さんも。あちらのお客様からでさないけど、知らない間に会計済んでたことある？そんなのあんの？バーとかってこと？バーのイメージしかないけど、ドラマ飲みすぎ？あるんだ。美人の話？あ、そういうこと？牛丼のビジュアルレベルがバカ狩り？そういうことね。牛丼のビジュアルがと。あ、いつものことありがとう。会場狩りに行ってきます。行ってらっしゃい。パパが長財布が良かった話思い出すとずっと笑ってしまう。ひどいよね、その話。そう、めっちゃ前にね、お父さん誕生日プレゼントで。いつかな、あれ。高校生の時ぐらいだった気がするんだけど。財布をあげたの。二つ折りの。ずっとお父さんが二つ折りのお財布使ってて、私のあげようと思って。二つ折りの財布をあげたの。そしたら、一言目を開けて一言目。そう、長財布が良かったって言い出して。びっくりしたの。ひどいよ。あげたけど、次の年か、2年後か、1、2年後に、長財布あげた。いいやつあげた。革の長財布。いつもの方ありがとう。素直のお父さん、素直すぎるでしょ。普通言わないよ、一言で。びっくりよ。あげたのにさ、えって感じじゃん。てれれそう。まあまあ、ちょっと長財布もあげたけど、お父さんが長財布がいいって言ったからちょっとあげてよ。だよね。いつもの方ありがとう。でも会社の同僚、会社の同僚の先輩、金持ち。みんな二つ割り使って。あ、そうなの？でもお父さんは長財布が良かったんだって。長財布をこのズボンの後ろのポッキーに入れるのがいいって。ひどいよね。じゃあ次回は長財布から二つ割り？二割りいいよね。私も二つ割りっていうか、ちっちゃいの使ってる。長いのじゃなくて。カバンがさ、ちっちゃいのよく使うから、入んないから長財布だったら。高校生ぐらいの時にお母さんにも買ってもらったやつ。誕生日プレゼントで。ママ、うちが置いてけ。置いてけはよくない。ダメの方に言うと、鎖付きの長さ、チェーン付きの、違うよ。はい、で次は三つ折り。三つ折りあげてもきっと使ってもらえないよ。取られて、確かにね、後ろのポッキー入れてたら気をつけないと。二度目の方ありがとう。こんばんは。いつもの方もありがとう。こんばんは、とも。
いちごちょうだい。いちごください。うん、ティーさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。こんばんは、どうも。あー。最終的にキャラクターものの小銭入れ。キャラクター、ちっちゃい子が使うような。怒られるよ、そんなあげたら。私でも、まあ、好きなキャラクターだったら使うかな。こんばんは。二度目の方、ツボの方、ありがとう。こんばんは。うん。こんばんは。この枠1時間だから3分前になったら聞こえますね。いちごあげちゃう、ありがとう。いちご集めてきた、ありがとうね。あ、フロマンさん、クマいちごありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。たまおみつきの札束入れるから大きいのじゃない。おびつきの札束なんて思ったことすらないよ。そんな思ったことないですよ。ないない。うん、よいしょ。まあ、クマイチゴ4位だ。ありがとね。もりもりいちごが13位で、これがミニいちご、ミニいちご5位だ。お、もう2万2000個もありがとうございます。ありがとね。あ、許可たむず398人ありがとう。ありがとうございます。ありがとね。お、初めてだ、ありがとう。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。今日はマネークリップ。マネークリップ使ったことない。クラッチバッグしか。でなんかクラッチバッグさ、流行った時なかった？なんか。私が、中高生ぐらいの時、中学生ぐらいの時かな。流行ってた気がする。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは、とも。こんばんは、やっほー。とも。うん。頭の方、二度目の方、ありがとう。プロレスでもマネークリップ調査あります。ダメが似てる。マネークリップあんま分かんないんだけど、私マネークリップ多分名前は知ってるけど、押せ止めるやつでしょ。でもどういうのかあんま分かんない。誰か似てる、分かんない。多分の得意技、いや分かんないよ。使ったことすらない、マネークリップちゃんと見たことないや。二度目の方、ツボの方、ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうちょっとで70万ポイントだ。みんなありがとう。ありがとうね。マネークリップ会の会さ、マネークリップ会。クリップ会、なんだそれ、どういう会。こんばんは、どうも。いつもの方に、ダメの方、ありがとう。こんばんは。みじゃあ強者方物集計姿に目に浮かぶ、目に浮かばねえや。よかったよかった、何浮かばなくて、怖い怖い。
あ、タモの方ありがとう。こんばんは。いや、もうタモにマネークリップかけられる。マネークリップがよくわかんないんだもん。マザをかけられるか。しないですよ、そんなの。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは、ヤッホー。うん。自分を可愛く回収するわけだ。何が？いちご可愛く回収。皆さん、いちごください。あとでしゃべってみてください。覚えてたら。こんばんは、どうも。あ、どうもの方ありがとう。やってごらんなさい。やんないよ。マネークリップ使わないよ。使ったことない。二度目の方もありがとう。こんばんは。どうも。まんま。今帰宅？おかえり。いつもの方ありがとう。自分はどっか回収するルームだと思ってました。ほんとかよ。ほんとかよ。おかえり。ね、おかえり。二度目の方、一応言うとありがとうございます。予想ってことこれ。あ、そうの方ありがとう。英語の方が使ってるイメージ。マネクリップ？お前、イメージない。巨勢よくないよ。それ、あ、そうの方ありがとう。こんばんは。どうも。やほー。うん。どうも。こんばんは。今の1回目ちょっとは、あ、そう、ちょっと早め。この後お出かけ、手持ちを買ってこようかな。あとご飯食べるかなと思ってます。こんばんは。どうも。いつもの方ありがとう。こんばんは。タオって1ヶ月の食費いくらぐらい、いくらぐらいだろう。わかんない。計算してない。携帯見たらわかるかな。あ、なんか家計簿つけてて。家計簿つけてるけど。見ないとわかんないよ。携帯向こう行ってきちゃった。そこに。遠くで届かない。アバターいつ書いた？アバターはいつ書いたっけ？え、でも最近書いてる。生かすぜ。生かしてる？アバター。僕は気づいたら許可取りになってました。このルームでレベル10になるときは出てきた。そのなんか嫌みたいなさ、やめてよ。いつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ふたむずから足洗いません。とよみナンバーワンかわいい、ありがとう。ありがとう。イカスミではない、わかってるよ。いつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。月が変われ、ばそう、月が変わったら強制解散なんで。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。お、花火。70万ポイント達成ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。レベル36達成ありがとう。いっぱいありがとう。不要具はイケイケなクマだよ、これは。いや、マネークリップ見たこともない。やめてよ。短いのち、1ヶ月なんで。ひ
か多分ね、そう料理し1ヶ月で変わっちゃうからね。こんばんは、チラ、こんばんは、2度目の方ありがとう。こんばんは、毎月新鮮な今日が多分そう、そうです。ぜひ来月も許可たまずになってください。はい、こんばんは、初見さんコメントありがとう。こんばんは。どうもの方ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは、どうもーん、やっほーん。ヨイとも5万ポイント差来たね。ありがとうございます。ありがとう、みんなたくさんありがとうね。70万ポイント出せ、嬉しい、ありがとう。なんか知らないうちにレベル10になってたのがミステリーミステリー、知らないうち？そんなはずない。そんなはずない。うん。あ、ジャムの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。初見さん、コメントありがとう。ありがとうございます。強制なので、そう、レベル10で強制許可タムスです。よかったら、入ってください。セット1号250個運んでくれる曲倒す。ね。みんな優しい。ありがとうね。セッと。ありがとうございます。あ、友の方ありがとう。初見さんコメントありがとう。コメント1号ギフトありがとうございます。コメント1号ギフトって何？昨日久しぶりにシステムお姉さんのショールーム見たけど、相変わらず、ひなこ、変わってなかった？変わってるからな。こんばんは、どうも。いつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。やっほ。うん。かわいい、ありがとう。システムベースマネクリップコラボ配信。マネクリップって呼ぶな、私のこと。呼ぶな。コラボ配信ね、ひなこの方のアカウントがね、ちょっとよくわかんないんだよね。こんばんは。ひなこは料理配信も、え、ほんとに？ひなこは料理配信？大丈夫？ふふふ。の方ありがとう。このルームは相変わらず恐怖政治。そんなやった覚えないんだけど。みんなが勝手にそうしてるんだよ。私はやったことないです。多分の料理配信明日行けたら、あの材料買ってこようかなと思ってる。明日か明後日料理配信しようかなと思ってます。今日が多分399人ありがとう。はじめましての方だ。ありがとうね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あと一人で400人。二度目の方ありがとう。ヘアアイロンと固定の説明してた昨日。どんな配信？ニラネギ区別つくかな？ひなこつくかな？ちゃんと。第二のスターミさんになれちゃうかもしれない。ひなこ。料理配信はこの時間帯。料理配信は特に決めてないけど。決めてない。うん、もちろん、いつするか分かんない。明日か明後日したいなと思ってるけど。こんばんは、どうも。あっつおもの方、二度目の方、ありがとう。12時過ぎにはやんない。それ遅すぎる。二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもん、やっほ。ラジオ料理配信はもう何やってるかわかんないよ。ちゃんとつけますよ、あの。なんて、画面？こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。夜食配信ですか？ちゃんと、そんな時間ではしないはず。
今思うとホテルの配信って面白い？面白い？あ、ひなこと？その時同部屋だった時懐かしいね、もう懐かしいよ。楽しかったね。こんばんは、どうも。ゆる配信の画像で一日ずつ工程が変わる料理配信料理教室みたいななんだそれ。こんばんは、初音の方ありがとう。どうも、こんばんは、やっほー。こんばんは。初音の方ありがとう。こんばんは。どうも、やっほー。それを求めてるんじゃないんだよ。うん。私の顔だけチラって見える。ミッシー。ミッシー。これミッシーだから。初めて地方組が大人数の一部屋で走ってた時も年齢制限出れない子が声とか声でなんかとか。あ、そういうのね。確かに。昔4人部屋とか。何4人3人病とか。コロナ禍入ってから一人病になったけど、みんなもうコロナの問題でね、やったな。その一番最初4人病とかだった。お疲れ様です。お疲れ様。こんばんは。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは、たまん。たまん、こんばんは。うん。昔、無課放送で動画作り上げる ASMR 配信。ああ、それだったら行くわね。ASMR。ちゃんとマイクをさ、使って、音拾えば。料理配信はいつもスマホでやってるからさ、普段はパソコンで配信してるの。普段はね、今はパソコンで配信してるんだけど、料理配信は携帯くれてる。パソコンちょっと持っていくの、カメラ持っていくの大変だから届かないから。4人部屋って部屋2つが、いや部屋1つだよ。4人、なんかベッドが横に4つあんの。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。正直一人部屋の方が落ち着く。大人数が良かった。まあ、一人部屋の方が落ち着くのは落ち着くね。ずっとさ、誰かがいるから。まあ、一人の方が落ち着く。じゃあそっちの方が好きだったね。一人の時間も欲しいじゃん。ずっと誰かといるよりかは。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。どうもの方に、どうもの方ありがとう。こんばんは。部屋で焼肉で食べる配信。あのホットプレートないのよ。無理よ。プレートないです。今日多分誰かに起こされても受けられ、いや起こされたら起きてたよ。それはない。盛るな。あ、どうもの方ありがとう。狭い。まあ確かにちょっと狭かったね。4人だから。顔いらないよ。すみ大変。再放置系 ASMR、うん、めっちゃ嫌な ASMR。 やだ。初音の方ありがとう。燻製作る配信。燻製ちょっとさ、ガスバーナー買い直さなきゃいけなくって、なんかトーチってやつ、ガス補充するやつなんだけど、なんか補充できなくってさ、買い直そうと思ってる。今できないんだよね。だから今燻製が。ヒロジさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。ありがとね。寝言言う子って言った。寝言言う子いたかな。でもそんな聞いたことないな。忘れちゃっただけかも。だけど初音の方、二度目の方ありがとう。補充、そう補充するタイプのやつで、
なんか、ガス、あ、なんていうの、ガス買ってきてさ、補充しようと思ったんだけど、なんかうまくできなかったから、新しいの買おうかなと思って。なんか直接さ、あの、ガスボンベとかにつけるタイプのやつ。でもなかなか起きなかったよって、昔どうしたのにも。いや、起こされて起きなかったはないよ、さすがに。それはない。持ってるよ。でもアローめっちゃかけるんだよね。アローも。みんなね、止めて起こしてくれない。ダメだよ、それ。じゃあ。止められたら起きれないじゃん。夏穂の方、ありがとう。キサンドラブレターってミッションなんだろう。ん？キサンドラブレターミッションってなんだろうか。なんか、今日から、追加されたギフトらしい。お、今日方も400人。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。やったー !400 人だ。ありがとう。もう初めての方だね。ありがとうございます。諦めたと言って、嘘だ、起こされたことないもん、そんな。起こされて、起きなかったことない。それはない。持ってるよ、それ言ってる人が。本当に言ってた。2度目の方ありがとう。そろそろランキングもかな。3分前だ。これで夜間警備600人ね。あと200人だから少ないよ。じゃあランキング13位から読みます。13位コロネさん、ありがとうございます。12位、キャンシーさん、ありがとうございます。11位、ジンジさん、ありがとうございます。10位、ムムさん、ありがとうございます。あ、9位、プチニさん、ありがとうございます。8位、ランタンさん、ありがとうございます。あ、7位、ヒロジさん、ありがとうございます。6位、キズナさん、ありがとうございます。5位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。4位、ユーサクさん、ありがとうございます。3位、T さん、ありがとうございます。2位、ヤスさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。今日もありがとう。こんばんは、初見さんコメントありがとう。こんばんは。いつもの方、二度目の方もありがとうございます。またこの後、22時半頃から配信しようと思ってます。3時間後。配信しようと思ってるので、よかったらまた見に来てください。その枠は2時間ぐらいする予定です。申し訳ない、申し訳ないですが、おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。え、寝ない私。メモ帳買ってご飯を食べます。寝る時間があったら寝たいけど、多分寝ないな。しなきゃいけないことがあるから。またね、了解です。またね。今の中でお会いします。みんな寝るの？おやすみって言ってる人多いな。みんな寝るの？仮眠ってこと？おやすみ。また明日、また明日って言ってる。寝るのかよみんな。早っ。メモ帳まだ、そう、メモ帳まだ買ってないから買っていきます。じゃあまた後での配信かな。そろそろ終わりたいと思います。じゃあまた22時半頃からの配信で。ありがとうございました。またねー。また後で。またねー。ありがとうございました。また後で。